米大リーグオールスター、アリーグ5、サンナリーグ、16日、アーリントン。米大リーグのオールスター戦がテキサス州アーリントンで開催され、ドジャースの大谷翔平選手、30、がナリーグの、2番、指名打者で先発。3回に救援初本塁打となる先制スリーランを放った。日本選手の救援での本塁打は2007年にランニング本塁打を記録した一郎。 マリナーズ以来二人目で、作後への一発は初のこと。試合前のレッドカーペットショーには妻のマミコさん、27、と登場し、裏地に愛犬のデコピンの姿がプリントされたスーツを披露した。まさに占領役者、ドーム球場をどよめかせ、歓声を独り占めにした。出場四度目の大舞台で代名詞の革新歩きを初披露。あまりオールスターで打てていなかったので、 いいヒットが打てたのは自分としてはほっとしました。満面の笑みでダイヤモンドを一周した。お祭りの場でもアプローチを変えなかった。普段通りの打席を送りたいと思っていた。初回はフルカウントから外角の際どいコースを見極めて始球。ファウルにして次のチャンスを待つこともできたが、出塁優先の姿勢を貫いた。待望の一撃は3回。無視一二塁で2ボールからの3球目。 右腕ホークの甘く入ったスプリットを捉えた。ちょっと、バットの、線気味でしたけど、いい角度で上がっていたので十分分いるんじゃないかなと思いました。打球角度29度、飛距離122メートル。バットの芯を外しても、スタンドへ運ぶ力と技がある。土群では96年のピアザ以来、28年ぶり10人目のホームラン。日本選手では初の柵越え弾だ。 なかなか機会のない試合でそういう一本を打ってみたかった。逆転負けで9援 m v p は逃したが、歴史的一本に満足感を漂わせた。メジャー屈指のスターたちが集結した場所、大谷が刺激を受けた選手に強打者のハーパーをあげた。室内練習を観察し、すごい勉強になりました。それを伝え聞いたフィリーズの手法はベンチから見た一撃に、マジですごかったと簡単の声。 打撃談義にも花を咲かせ、彼がこれほどまでに成功している理由が分かった。MVP 有力候補の二人が互いに刺激し合った。一年に一度の華やかな舞台で本領を発揮。結婚後初、マミコ夫人と一緒に参加した私服の時間。生涯忘れることのない救援になった。